はい、どうも、ヘソボです。ということでですね、ギリギリ間に合ったよね。またルビーが溜まったので、2回目の正直、ゴールドドカンやっていこうと思いますよ。レッツゴー。よし、行け。知ってくれよ。行ってくれよ。頼むぞ。頼むぞ。よっしゃ、金来た、金来た、金来たよ。これやっぱ、なんかさ、いろいろ調べたら、金のドカンはやっぱ熱いらしい、これ。あー、悪い字書いた。おー、キラーの確率アップ、いいじゃん。おお、金来た、金来た、ゴールドモービル。ロケットスタートブロス。誰？アイスブロス。あ、なんか見たことあるやつ。次は？あ、見たことあるやつ。いや、もう一枚ぐらいさ、金欲しくない？金欲しいよね。金。金来た、ゴールドバサバサ。金来た。プクプク、スーパープクプク。ベビールイージ。おー、ということでですね。ウルトラレア2枚。これは結構いい結果なんじゃないかな。これはなかなかいいですな。ということで、みんなで今日もやっていきましょう。そしてね、俺実はちょっと設定変えたんだよね。設定をさ、オートのやつからマニュアルに変えたんだよね。いや、まさかのイギーカップか。よし、じゃあやってこう。誰にしよう。よし、今日は珍しくこの紳士で行ってみようじゃないか。この紳士さ、意外と S ランクなんだよね。なんか、あの評価サイトによると。ちょうど1000。よし、ゴー。すごいハーフパイプ感。相手の水中からアプローチをかける。見て、このさあ、マニュアルにしたおかげでこの凄まじい長さのドリフトが可能になったんだけど。危ない爆発物を捨ててしまったぜ。本当なんか環境的に大丈夫なのかとか心配になってくる。あー、ちょ、やめてよ。危ないよ。あんな位置にさ、あんな位置に捨てておくとかどうなの。ちゃんとさ、生ゴミとかさ気にして捨ててもらわないとさ困るくない、これ。お、なんか誰。痛い。ドリフトはすげえできるけど、なんか俺遅くね。ウルトラミニターボできっちりとポイントゲットしていく。よし、なんとか2着。すげえな、この成金みたいな見た目。スーツ着て金色の車に乗っているこいつ。すげえ成金感だな。飛ぶための翼まで金だからな。よし。お、この紳士やっぱ強いかもしれないな。もう問題はあれ、フィーバーがどうなるかだよな。1位の獲得ポイント3000。これ結構高かったんだね。このコースドリフトしやすそうだな。
オーマイガー、今もう絶対避けられないと思ったんだ俺。今完全に避けられるべき角度ではないなと思ったけど、うわなんかさ、すげえ最悪に避けられない角度で最高のタイミングでやってくりやがるな。いけるのか、巻き返せんのかこのレース。うそうそすんげえバナナ捨ててある今日、やばい。もうここあれだな、もうすごい、あの法律がもうおかしい。危な、危ないぜ。連続2位か。もはや1位どこに行ったのかって感じだったな。さすがピンク兵法強いわ。4ポイント差か。ちょっとあれだな、自力優勝は難しくなってきた感じな。しかもカラカラ砂漠ときたもんだ。カラカラ砂漠 X あんま得意じゃないんだよな多分。よし行ってみよう。でもさ、こうやってジャンプアクションがいっぱいあるからポイントは取り放題な感じするね。いった、何この、なんかついでに殺しとこうみたいなさ、ついでの殺人事件は良くないと思うぞ。いた、すっげえもうボッコボコにやられてんだけど。しゃスターで縮めていきたい。わっ、嘘、そんなことある？自分で投げたボムに2連続で引っかかるとか、そんなことある？これもう絶対無理でしょ。やばい、なんかこれはついていないとしか思えない。地獄なんだけど。やばい、これスター使っても縮まらないこの差、一体何なの？なんかあのワンコン潰してやろうぜみたいなさ、なんか悪意を感じるんだけど、すごく。うっそ、危ねえ、もう、もはやここは戦場じゃないか、もはや。ああ、終わったわ。こんなことある？凄まじい武装がさ、もう武装がやばかったんだけども、そこら中になんかもう、そこら中に武装がもう乱れ飛んでたんだけど。いやー、これはいかんな。ちょっと今一度のちょっと修行が必要だな。ということでですね、ちょっと金キラも手に入れたことなので、もっと上手くなれるように頑張りたいと思いますよ。それではまた。